てしようじゃない。やっと来たぜ、大注目の準決勝だ。リーユへの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない。お前が強ければそれだけで十分。重い拳を。これでどうだ。汗がたくさん出た。悪くない。認めよう、お前の方が強い。まそうだな、さっきは危なかったぜ。もしお前が神の目を持ってたらきっともっとすごかっただろうな。小さい頃神の目が欲しかった。それを手にすれば強くなれると聞いてな。だが手に入らなかった。それからは興味もなくなった。神の目よりも筋肉の方が使える。神の目を持つ者にも勝ったことがある。あの力は神が与えたもの、羨ましくはない。え、あの主なき神の目のために来たんじゃないのか。いや、ただ勝負がしたかっただけだ。誰が強いか試しにな。敗北の実が力の差を悟らせ成長させる。だから嬉しいのだ、まれに味わえる敗北が。これこそ本当に実力のある人が言うことだな。機会があればまた勝負しよう。俺ももっと強くなる。そうだ、決勝に進んだ人を知ってるか。お前より強いのか。俺より強いかどうかはわからない。ただとてつもなく速いと聞いた。油断はするな。おい、言っちゃった。決勝戦の相手について聞き込み。君か。勝負は見させてもらったよ。見事だった。俺は3回戦で終わったよ。はあ、惜しかったな。せめてもう一戦くらいできたら。決勝戦は誰が進んだか知ってるか。俺を任した人だよ。すごかったぜ。とてつもなく俊敏で人の隙をつくのがうまかった。少し隙を見せただけで次の瞬間地面に倒されてたよ。俺の体格は力比べなら負けないんだが、俊敏さとなるとどうにもならない。でもまあ、そいつが相手でもお前には勝てないと思うがな。あれ、お前の兄弟子は？家計で拳を防ごうとしたら鼻に直接当たってしまい大量出血してしまいました。相手の選手も慌ててどうして避けなかったのか聞いてきたのですが、もうすでに返事ができる状態ではなく、避けなかったのはそれが霊山派だとしか。ただまだ習得しきれていないだけで。怪我を負った兄弟子を寄港する船に乗せて戻ってきた時には私の出番はすでに終わっていました。このことは私も師匠に言えません。きっとお怒りになられるでしょう。すみません、あなたたちに愚痴を漏らしてもしょうがないですね。私も今は混乱しておりますので、何かお聞きになられてもお答えできないかもしれません。そっか、兄弟子が早く良くなるといいな。お前も元気出せよ。はい、ありがとうございます。なんか役に立つ情報はなかったな。北斗に聞いてみよう、何か知ってるかもしれない。
実にお見事、あっぱれであった。相手の動きに慣れるのに少々手こずり、苦戦を強いられていたでござるな。しかし迅速に体勢を立て直し、勝利を勝ち取った。これこそが最も称賛に値するでござる。実は耳で聞いたのでござるよ、砂と呼吸の音を。しかしこの程度は造作もないこと、姉君にも分かっていたでござろう。確かにな。ただ私は経験に頼ってるだけだが、あんたにとってこの舞踏会は新鮮でいい体験になってるんじゃないか。ちょっと聞きたいんだけど、決勝の相手ってどんなやつなんだ？準決勝の人より強いのか？そうでもない。ただ決勝に進出したやつは強いというよりも突出した能力を持っている。彼は速い、身のこなしに長けている。それに一目でわかるほど豊富な実戦経験を持っている。どうした？決勝戦で不意をつかれないかが心配か？であれば拙者から一つ助言を授けよう。共に静かな場所に来てくれぬか。まだ話してなかったと思うが、実は稲妻にいた頃、拙者は浪人であった。おお、それは服装を見て分かってたけど、話してる感じは刀を使うような人には見えないよな。学問を得れば本を知り、武道を得れば刀を知る。長い道のりの中で芸を一つ増やすのは悪いことではないであろう。武芸に優れているとは決して言えぬが、大陸中の様々な達人を見てきたでござる。お主の相手が得意とする技術についても少々心得ている。お主の才覚であれば、拙者からの少しの助言でその技を打破する術を思いつくであろう。おいおい、それはちょっと反則じゃないか。情報収集も決闘の一部、問題はないと思うが、彼らはモンドから数々の修羅場を経験してきた。それらをくぐり抜けられたのは気力によるだけのものでもあるまい。そうだそうだ。おいらたちモンドにいたことを言ってなかったよな。その場所へ行けば自然の中に足跡を残す。そして自然はお主らに特別な匂いをもたらすのでござる。しかしその匂いはあくまでも拙者に助言を与えるのみ、本質に触れることはできぬ。拙者もまだまだ気になることがたくさんあるのでござるよ。拙者と共に行かぬか。試合後の余興として。風よ、辺りに人影はない。単刀直入に聞くでござるよ。お主は元素力を巧みに扱える。それも一種類のみにあらず。そうであるな。最初に会った時から会話の中に意味深な感じを含ませてたよな。とっくに気づいてたのか。ああ、会場で聞かなかったのは、お主が元素力を扱えることを他の参加者が聞き、いらぬ誤解を招かぬようにするためであった。勝負で不利な場面に陥ろうと元素力を使わなかったのは、拙者と同じようにそう考えていたからであろう。拙者が言っていた見たや聞いたは、私的な表現をしていたわけではなく事実なのでござるよ。拙者は幼少の頃より大自然から得られる情報を理解することができた。風の息する音や木の葉のささやきを聞けたのでござる。
お主からは似たものが聞こえた。それだけでござるよ。信じられない話だけど、嘘をついているようには見えないな。お主らと比べれば、拙者のこれは取るに足らぬもの。神の目に頼らず、複数の元素力を扱える人間など、それにどこから来たのかもわからぬ至極複雑な匂いのした神秘的な生き物も。匂いでオイラを判断するんじゃない。その複数の元素力をいかにして手に入れたのか、拙者に聞かせてはくれぬか。ふむ、理解しがたい。ではお主はいかにして元素力を応用し、実戦で使用しているのでござるか。ひひ、それほどでもないぜ。オイラはただ自分が思ったことをこいつに教えてやってるだけだ。長い旅を経て様々な経験をした。それらを振り返り、いろんなことに気づく。こいつはそうやって自然と元素の使い方を会得したんだ。正直オイラも原理まではわからない。もしかすればその不可解こそ神と神の目の本質であるのかもしれぬな。だがやはり拙者はこの目で見てみたいでござる。お主がいかにして元素力を使うのか、それを実際に見れば拙者も何か気づけるかもしれぬ。拙者が持っている情報も共有しよう。さすれば平等な情報交換となるであろう。ではそこの舞台を利用して行うでござるよ。神の目を使わずして元素力を。ということは。気にするな、独り言でござる。お主の挑戦はきちんと横で見ておる。おのれ、はっ、いえ、た、再生入れて、お主の戦闘力は実に申し分のないものであった。たとえ決勝戦の相手が素早くとも、お主の隙をつくことはできまい。決勝戦に進出した人物は呼吸の調整と体幹の維持を得意とし、常人離れした動きを行う。そやつの勝利はそのほとんどが視覚外からの奇襲によるものであった。言い換えれば、隙をつかれぬよう気をつければそやつの攻撃に脅かされる心配もないであろう。礼には及ばぬ。常軌を逸した元素力の技を見ることができた。礼を言うのは拙者の方でござるよ。やはりこの世は摩訶不思議、常に未知なるものが現れる。なんだかお前って神の目に対してすごい執着してるよな。でもお前はもう持ってるんだろ。元素力とか神の目についてそこまで調べる必要はないんじゃないか。拙者が知りたいのは、神の目が神にとって何を意味するのかということ。何をもって神は神の目を人に授けるのか。すまぬ、お主らにとってはわけのわからぬ話であったな。不思議な力を見せてくれた礼に、稲妻について聞きたいことがあれば拙者が答えよう。それが気になったのでござるか。
ではもう少し詳細に語ろう。今稲妻ではメガリレーが行われている。それはお主らも知っておるな。神の目とは神からの恩恵でござる。人々がその贈り物を受け取った後、またそれを回収するということは時に死を招く結果にもなりうる。もしも七神が自らの意志により神の目を人々に授けたのであれば、今の雷神はそれについて疑問を抱いているということになるのではないか。もう長いこと新たに雷元素の神の目を持つ者は現れておらぬ。おそらくそこには雷電将軍の意志が反映されているのであろう。なんか話を聞いた感じ、強引的な神だな。拙者が知る限り、彼女は永遠を追求する神であり、自らの考えを冷酷に貫く。リーユへの契約がリーユへを生きる者のためにあるというのなら、今の稲妻が求める永遠は一体人々に何をもたらすというのであろう。少なくとも鎖に縛られた稲妻の民たちは良い生活を送ってはおらぬ。なんかお前が最初に会った神がやりそうなことだな。おや、前に雷神を見たことが。時により左右されるのは将軍様ではなく拙者たちのみ。もし彼女を探したいのであれば、彼女はその場所に居続けているであろう。いつの日か必ず彼女から永遠についての答えを得るつもりでござるよ。さあそろそろ時間であるな。決勝戦が始まるでござるよ。そうだな。稲妻のことばかり話してて試合のことを忘れてたぜ。他にやることがないのであれば共に戻ろう。うむ、では参ろう。神の目を誰が手にするか見物でござるな。まだか。まあいい、まずはあんたの入場から始めよう。全員静粛に。注目の大一番の始まりだ。刺激的で緊張感あふれる南十字舞踏会もいよいよ決勝戦。あまたの劇的な試合の末、ついに2人の選手がこの舞台にたどり着いた。まず紹介するのはこちらの選手。会ったことはなくともその名は聞いたことがあるだろう。そう、彼こそは魔人オセルをも恐れさせ、ファデュイ執行官でさえ震え上がらせたリーユエに現れし異教の英雄。おお、待ってました。準決勝ですでに彼の素晴らしい戦いを皆も目にしたことだろう。本日の決勝戦はその時をさらに上回るものとなるに違いない。そしてもう一人の選手は、ああまだ会場には来てないようだ。まったく、一体何をやってんだ。決勝戦だし他の試合みたいに危険扱いにするわけにも。すまないが、みんなもう少し待っててくれないか。何はともあれ、会場に来てないのならこの決勝戦は延期するしか。待ってくれ、何やら妙でござる。姉君、商品を確認しに参ろう。神の目が入った箱を、お主もついてきてくれ。どれどれ。し、神の目がなくなってる。そもそもいつ盗まれたのかもわからねえ。まさかどこぞの誰かにこの私が隙をつかれるとはな。急ぐ必要はない。どのような手段であろうと自然の目はごまかせぬ。ふむ、どうやら盗まれたのは今しがたのこと。まだ遠くへは行っておらぬようだ。神の目は拙者が差し出した商品。監視をおろそかにし盗まれたのは拙者の責任だ。故に拙者が責任を持って取り戻すでござる。わかった、そこまで言うならこの件はカズハに任せる。
私はここに残って舞踏会を見に来た人たちに説明してこよう。うむ、お主も共に来てくれぬか。拙者と共に来てくれ。もうじき風が吹くでござるよ。風が吹いている。今が絶好の機会、風に乗って行こう。そのまま次の手がかりを探すでござるよ。盗む音が聞こえたのでござるよ。じゃあどうして止めなかったんだよ。じきにわかるでござる。捕まえたにゃ。へっ、しれはっ、えっ、ひゃっ、ゴバー、火を吹け。行くぞ行くぞ。風が拙者たちを前へ導いてる。盗人は向こう岸に着いたようでござるな。また聞こえたのか。一体どんな音なんだよ。うむ、すさまじく得意げであった。この方角で間違いない。拙者についてきてくれ。道中待ち伏せを受けるかもしれぬが、お主ならたやすく対処できるであろう。どうやら拙者の予想と大差なかったでござるな。道を開けてもらうぞ。はっ、くらえ。はっ、この俺よりも足が速いとはな。逃げるためせっかく船を用意したのに、まさか追いつかれるなんて思わなかったぜ。どれほど船が速かろうと風の速度には追いつけまい。風？何を言ってやがるんだ。くそ、わかったぞ。お前神の目の持ち主だな。ちくしょう、俺にも神の目があれば、この神の目を光らすことさえできれば、お前らなんかに追いつかれないのに。
神の目とは関係ない。お主は群衆から姿を消すのが得意かもしれぬが、自然の目から逃れる術を知らなかったようでござる。それに逃走経路の選択にも隙が多い。また拙者が風を頼りに追うさなか、お主の得意げな高笑いが聞こえてきた。言い換えれば、盗みの達人が持つべき3つの心情、迅速、隠蔽、優雅、お主はそれを何一つできておらんかったということでござる。お前だが、それ以外に拙者を一番失望させたのは、その手にある神の目の状態。やはりそれはどのような願望にも反応するわけではないようだ。分かった分かった、今回は俺の負けだ。この神の目はずっと狙ってたものなんだ。今回の舞踏会の参加者は全員まともな流派すら持たない奴らと聞いて申し込んだ。せっかく順調に決勝まで進めたっていうのに。お前が決勝戦の相手だったのか。俺の実力なら優勝は間違いないと思ったんだ。それなのに突然お前らが現れて、準決勝を見た瞬間分かったよ、俺に勝ち目はないって。でもここまで来たのに神の目を諦めるわけにいかないだろ。正当な方法がダメなら、皆の注目が北斗とお前に集まっている間に、過去に手を染めていた本業のやり方でと。あれほど準備したのに結局お前たちに追いつかれた。くそ、でもやっぱり悔しい。それは脅しか。分かった。だが約束は守ってもらうぞ。俺が持ってても光らなかったんだ。俺にとっちゃただのガラクタさ。そういうわけにはいかぬ。盗みを働いた罪は海の規則にのっとり、腕を切り落として償ってもらわなければ。嘘だろ。それに商品を盗んで決勝戦に参加しなかった南十字戦隊の頭領北斗に恥をかかせた。どうやら真っ赤に熱した鉄をお主の顔に当て、盗っ人の二文字を刻む必要があるでござるな。おいおい、そこまでしなくてもいいんじゃないか。くそ、こんな残酷なやつだったのか。話し合いがダメならやるしかねえ。ゴバ！逃がせ！はい！はい！はっ！はっ！はっ！く、くそ！いやだ、やめてくれ。楽園だけは頼む！生死の狭間に陥り、全力を尽くそうとも神に振り向いてもらえぬか。神の目を残して立ち去れ。拙者は気が変わった。お主への罰はなしとしよう。え、どうした。もしかして自ら罰を受けたいと。拙者は別に構わぬ。そのような武士道にのっとった覚悟は称賛に値するでござるよ。いやいやいや、そんなわけないだろう。見逃してくれて感謝する。本当にありがとう。よく分かんなかったんだけど、脅しただけだったのか。そのような趣味はない。ただ神の目がまだあやつの手の中にあったゆえ、最後の可能性を試してみたかったのでござる。人は窮地に陥った時、強大な力を発揮する。それが神の目を照らすきっかけになると思ったのだが、残念なことに何も起こらなかったでござるな。そうでござるよ。光の消えた神の目にもう一度光が灯るのか知りたかったのでござる。あやつが神の目を盗んだ時からこの実験に利用させてもらおうと決めていたでござる。それに過去にも幾多の方法を試してきた。主なき神の目が再び光を灯すことは伝説でしか聞いたことがない。だが
お主は複数の元素を同時に操れる。そんなものを目の当たりにすれば不可能なことなどないと思うものであろう。さあお主も試してみるでござるよ。拙者の。どうやら何も反応はないみたいだな。なるほど、お主でも無理であったか。気にするでない。こうなると予想はしていたでござる。これでこの神の目は引き続き拙者と共にいることになるな。そうだぞ。この神の目に何か特別な思いでもあるのか。それについてはある個人の話をしなくてはならぬ。彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼はその人たち手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する河原となり果てた。そして拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が薄ゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。だが拙者がやってきたことは結局のところ何の意味もなさなかったでござるよ。浪人の人生には旅の意義や道すがらの花鳥風月以外にも心に道があるのでござる。カズハ気まぐれに従ったまででござるよ。さあそろそろ戻るでござる。ではもう一度拙者がお主に風の導きを。あれ、北斗はいないのか。まさか船に乗って帰ったのか。北斗姉様なら行幸さんに呼ばれていきました。今回の南十字舞踏会の規模が報告していたものより何倍も大きく、見て見ぬふりできなかったようです。北斗姉様はつまらない女だと愚痴をこぼしながらリーウェ港へと戻りました。姉君と行幸殿のいざこざはいつものことでござるな。ただ北斗姉様は優勝者の誕生を見られなかったことをとても残念がっていました。リーエコーに戻られる前もずっとそのことについて話していましたよ。実は神の目を盗んだのはこの大英雄が本来決勝戦で戦う相手だったのでござる。賞賛がないと悟り、賞品を盗むという邪念が生まれたようだ。しからばこの南十字舞踏会の結果もおのずと決まったも当然。そうだったのですか。では規則にのっとり、対戦相手は資格を失いましたので、優勝者は大英雄様となります。こんな優勝の仕方思ってもなかったな。いえいえ、私は面接伴った結果だと思います。今特別に用意した優勝杯をお渡ししますね。そうであろうな。
姉君は今いないが、後で伝えておくでござる。姉君は決して約束をたがえたりせぬからな。だが稲妻へと続く回路は厳しく、雷雨が絶えず降り注ぐ。果てしなく続く嵐は、雷電将軍が国を封鎖しようとする意志の表れであろう。意志で天気まで変えられるのか。リーユへのモラクスが岩層で古雲閣を作ったように、雷電将軍もまた俗世の七獅子、永遠の嵐を呼ぶことができる。驚くことではないでござるよ。とにかく市長聖号が稲妻に向けて出航するまでは時間がかかる。準備ができたらお主らに伝えよう。この機に拙者もこの地を歩き回ってみたいでござる。リーユへの広大な大地に神の目を呼び覚ますきっかけがないかを。きっとうまくいくさ。感謝する。お互いの旅に意味を見出せることを願っているでござるよ。最後に一つ忠告を。無人の嵐の先に待ち受けているのは、お主らにとって最も困難な旅やもしれん。心せよ。